はい、今日から維新の足爆発自然のゲーム実況を始めます。このゲーム主人公は3人います。坂本龍馬、土方歳三、フリーキャラ。坂本龍馬、土方歳三はそれぞれ尊王派、砂漠派という相反する立場です。今回は坂本龍馬を選びます。昇龍歴史、日本初の勝者、海援隊結成、薩長同盟締結など数々の奇跡を自由な発想と人間的魅力で実現した幕末ヒットの君、坂本龍馬のエネルギッシュな生涯を描くシナリオです。このシナリオは龍馬の良いの建設事業から始まります。この地区は列強の脅威から日本全体が開国か上位かで揺れ動いていました。いよいよ激動の時代、日本の焼きが始まったのです。早いお帰りですね。そんなことより見ろ、黒船が来たんだ。黒船？だから涼さんだよ。涼さんはどこだ？ちょっと落ち着いて、坂本様ならそこに。おお、涼さん。銃さんか、いいところに来た。地区と来てみろ。それどころじゃないんだって、一大事なんだ。まあ見てからで。駅に一体何を？カマキリ。あんたっていう人は。そんな時のんきに何やってんだよ。ああ、めった2連取りもんじゃったのに。そんなことはどうでもいい、早く俺と一緒に来てくれよ。そんなに慌てて一体どうしたんです？異敵だ、メリケン、アメリカが攻めてきたんだ。メリケンが海を渡って、そうだ、魚介の軍艦が何隻も裏側の国を強くしているんだぞ。軍艦戦艦、まるで古城ほどもあろうかというどでかい黒船が。ホッシャオレン。あ、おい坂本さん、そのお忘れです。おっと、いかんちゃ、戦だ、戦になるぞ。ん？何をしている？まずは敵を知らなきゃ戦できません。さあ、参りましょう、お兄様。バカオン、女子供を連れていくわけにはいかん。何言ってるんです。江戸の町が駅に踏み合わせられるかという時に、そんなもとないのでしょう。とにかくいかん、お前はここに行って道場の連中をまとめておくんだ。私もメリケンの黒船テラを見てみたいんです。ダメだダメだ、あれ、リョウさん、ちょっと待ってくれよ、リョウさん。お兄様ったらいつもそう、私を小娘扱いして。あら、さっきの蝶よかったわね、捕まらなくて。りょうさん、あれじゃないのかい。うわぁ、はい、これ大変登場です。あんな鉄の船が水の上を走れるもんじゃろうか。
現に明日海を渡ってきてるんじゃないか。メリケン中区には偉いもんじゃの。敵に監視してる場合じゃないぞ。これは彼女はすまねえ。現行以来の本庁の危機だ。ジョージさんは難しいことを言う。撃ち落とせよ。いかん、江戸の町が危ない。急いで戻ろう。ここで選択肢です。1、戻ろう。2、待てよ。待てどうした。あれ、空港じゃ。脅しだよ。何脅しだと。クソ、バカにしやがる。お帰りなさいませ。まあ、イサンジゼリーいた割には元気のない。黒船はどうでした。ウビキはもう上陸してるんですか。いや、しかし向こうが本気になりゃ時間の問題だろう。とりあえず先端代表と裏側部屋は交渉するようだが。そんな悠長な出来の隙をついてさっさと打ち払っちまえばいいのです。お前は見てないからその大層なことが言えんだ。あんなでっかい船には尋常大砲じゃ払わないよ。ええ、私は見てませんとも。1、なだめる。2、放っておく。放っておきます。見てないくせに分かってるようなこと言うもんじゃない。まあひどい。でも見たくなくて見なかったわけじゃありませんわ。まあそりゃそうですね。そりゃそうです。いや、まあそうだったな。大体坂本さんもだらしがない。私が男であったなら、一人でも黒船に乗り込んで敵の大将を引き伏せてみせますのに。サナ、いい加減にしないか。ははは、サナさんならやりかえん。もしかしたらご講義はアメリカンと一戦交えるかもしれん。我らも心の準備をしておかねばな。太平の眠りを覚ます蒸気船。たった支配でよりもなられず。これは当時の評価です。フリー来航の衝撃は200年以上も砂漠という殻に閉じこもっていた日本を未曾有の困難に陥れた。我が国船団の入港、燃料食料の補給、難破船の保護を要求する。それはできぬ。我が国は外国船の来航など一切認めておらんのだ。国際法に照らして見るに、そのような感じは通らない。国際法？とにかく鎖国は大権現以来の祖法であるから。トラウジュースさんは裏閣僚です。はっはっは、あなたには我々の船団が目に入らないようだ。認められないというのならば、実力を行使するまで。我が国を愚弄するか？英国に逆らった中国が、戦争でどのような目に遭ったか知らないわけではないだろう。私の一存では決めかねる。江戸城にて対応を検討するゆえ。長くは待てない。いい返事を期待している。アメリカの要求を聞いた幕府の重臣たちの悪ぶりは危険なほどであった。老中、安倍政宏。ああ、困ったことになった。一体どうすればよいであろう。物の方、どう思われる。鳥居要造。それがしには特に意見はござりません。意見がないだと、ないとはどういうことだ。主はどうだ。是広近。はあ、ここは異変に返事をしておいて時間を稼ぎ、先方の気が変わるのを待ちましょう。バカ者、それでは根本的な解決にならんわ。結局、アメリカの要求を突っぱねることができず、なし崩して和親条約を結んだ幕府は、同じように開国を要求する、オランダ、ロシア、イギリス、フランスなどと次々と条約を締結せざるを得なかった。こうした幕府のやぼしな対応に、多くの人々が憤慨した。特にその意を明らかにしたのは、明君と思って任じる夕飯の藩主たちであった。
長州藩主毛利高近、我が国は秦国である、美敵を近づけるなど言ってのほかであろう。水戸藩主福和斉昭、異国人は邪教で秦国の人心をたぶらかし、交易で富をかすめ、最後に兵で国を奪う。大国船は見つけ次第打ち払うべきである。土佐藩主山内陽道、高圧的な人員一の要求を、はいそうですか、受け入れた我が国の国威が感じられようぞ。このように大名は公然と幕府批判の説を語るといった状況は、フリー来航以前にはまず考えられないことであった。しかしながら受局はまだ熟せず、維新の志士たちが旺盛な活動を開始するのはもう少々先の話である。さてこの間、故郷土佐藩より剣術修行を命じられ、江戸沖町の千葉道場に寄宿していた龍馬は流動、江戸沖町は今の東京都中央区です。剣術修行に精を出す。剣術に加え学問も収める。剣術はせず学問に精を出す。剣術修行をするが時々遊ぶ。学問に励むは時々遊ぶ。いろいろなことに挑戦する。ひたすら遊ぶ。これはですね、単にステータスの違いで、この遊びが入っているコマンドを選ぶと不審なカードがもらえるので、ここはそれを選びます。次第に騒然となる世間を横目に、判明である剣術修行はそっちのけで、遊興に鬱を抜かしたのである。これはまあすごい言われようですね。そして4年、久しぶりに土佐屋の帰郷を果たした龍馬は、再び江戸の町へとやってきたのであった。江戸は賑やかじゃのう。坂本さん、お、まあ、よくご無事で。坂本さんか。選択肢です。1、お世辞の一つも言う。2、憎まれ口の一つも言う。憎まれ口を言ってみます。さあさあ、も年頃なんじゃから、もうちょっと女らしい格好をしたらどうですかの。何です、男と間違えたって言うんですか。失礼ね。みんなどうしております。変わりありませんわ。それより坂本様、ん、今日来るなら来るとおっしゃってくださればよかったのに。何の準備もしてありませんよ。いやいや、来といてくださって構わんですき。そうもありません。先に戻りますわ。一緒に支度をしないと。お、龍馬、戻ったかい。ご無沙汰しておりました。また厄介になりますきに。おお、元気そうだな。明日から期限前の1年半。ビシビシ、地獄かな。お師匠も元気そうで何よりです。おう、まあ、今日のところは勘弁してやろう。ゆっくり休むがいいぞ。坂本さん、お風呂側行きますか。どうぞ。1、ありがとう。2、いや、いい、いや、いい、あ、いや、明日で駅に。よくありません。そんなに汚い格好で道場を俺疲れては困ります。おう、りょうさん、いや久しぶりだな。どうだ、田舎の方は変わりなかったか。じゅうさん嬉しそうですね。おう、じゅうさん、みんな元気やった。そうか、よかったよかった。よし、今夜飲もう。さな、すぐに酒の支度をしてくれ。いえ、お風呂が先です。相変わらず厳しいの。そう言うな。さな、これでもりょうさんが来るのを毎日心待ちにしてたんだ。お兄様、変なこと言わないでくださいな。ははは、照れるな、照れるな。あ、そうそう、昨日土佐藩の役人が来てな、目録を取るまではおめえが江戸の外を出歩くことは許さねえとさ。え？修行に励むこった。今晩片付けしたからって明日は容赦しねえぞ。はい、これで予約ゲームが始まります。コマンドが4つあります。1、武芸の修行をする。2、地区を散策する。3、目的を確認する。4、今日は自由に過ごす。まず目的を確認します。最終目的、これはレベル4の、ゾーンを手に入れて、自流をその位置に動かすのが目的です。次に現在の目的を見ます。
当面の目標、1857年8月10日の目録式に向けて剣の修行をする。現在、日本のローンのレベルは1で、外国の脅威を目の当たりにして、大国上位を中心とした論争が盛んとなっています。具体的な方向性は見えていませんが、多くの人々は活動を開始しています。ローンの一覧ですね。レベル1から4までローンがあって、それぞれ損能と砂漠でローンがあります。次に、主人公の情報を見ます。坂本龍馬、22歳。出身地土佐。拠点、江戸千葉道場。身分、土佐郷士。働き、国士一刀流門下。これが思想で、思想は今、尊王上位です。で、開国にしないと、レベル3以上のローンが手に入りません。能力、性格と。信頼関係。なの江戸に指定が全然いないので、これから人脈を増やしていきます。道場を出て、道場の後、江戸八丁堀を参拝。まだ江戸の街は全然知らないので、最初は散策するところから散策します。前島亭、比叡神社、桑名藩邸、仏光寺があります。夜も更けてきました。芝道場に戻って休養しますが、はい。武芸の修行する。よさん、三社祭に行かないかい？三社祭り？あれ、よさんまだ行ったことなかったか？サナ、お前もどうだ？ご一緒してよろしいのですか？よし、決まりだ。行こう行こう。1、行こう。2、行かない。もう行きましょう。うん、行こう。すごい人じゃん、もう。え、なんだっけ、すごい人じゃのう。あはは、そうだろう。お店もえらいにぎわいせよ。あ、風車、きれい。1、買ってあげる。2、無視する。2、買いましょう。じゃあ、こいつ差し上げましょう。え、いいですか林さん、ちょっと出んかの。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ん、いえ、何でも。夜も来てきました。芝道場にも復旧しますか。はい、はい。それでは、今日はこの辺にして、ゲームを保存して実況を終えたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。